曲歌詞バラバラクイズ、こちら。私が悪いございました。はい、どうも、セリーナ・サニムライのナイス西田です。うわー、ポルフィタタです。ボカロ曲歌詞バラバラクイズクイズだー。皆さん、はい、クイズのお時間です。来ました。このために撮影に来ております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、本日のクイズは、うん、ボカロ曲歌詞バラバラクイズということで、はいはい、我々ボカロ曲の歌詞にまつわるクイズいろいろやってきましたけれども、うんうん、やはり歌い手として歌詞はきちんと把握していなければならない。それがたとえどのような状況にあっても、もちろんもちろんでございます。というわけで、うん、本日は、ボカロ曲の歌詞のワンフレーズツーフレーズくらいを、はい、文字の大きさや方向回転など様々バラバラにしたものを皆様にお見せしますので、はい、その画像を見て一体何の曲の歌詞なのかを当てていただきます。まあ、ちょっとね、見てもらった方が早いと思うので、ね、それはちょっとついてない。早速やりましょう、うん、早押し形式でやっていきますね。だからこんな早押し向きにというわけで、まあ、例題も兼ねてです。はい、はい、第1問こちら。あだ滑る、アマルシャク。正解。いやー、そうよねー。滑るな、これ全然わからなかったな。ぐしゃぐしゃだね、思ったよりでも。ぐしゃぐしゃになってますね。僕が見えんかったな。そう、僕がずっと前から思ってることを話そうかが、散らばってます。なるほど、なるほどな。話そうかだけで言ったわ。すごい。そうね、そこら辺だ、俺も。大きさも違うし、あのぐるぐる回ってるし、位置もバラバラだし、ことがさ、童話の童に見えてさ、もう童話にしか見えなくなって終わっちゃった。意外と逆さま意味ないからね。漢字だからいいけど、英語とかカタカナ入ってきたら終わるくない？いや、確かに。さすがに今回アルファベットは、うん、不可能だという判断を行って、さすがにね、アルファベットは入ってないです。なるほどね。まあ例題なんで、まあ分かりやすかったかなと、うんうん、でこっからガシガシと難易度が上がったり下がったり下がったりするんだ。もしかしたら下がってる可能性も。ちょっと下がっててくれた方がいいな。わかんないからね、あんまり。そうそうそう。個人差あるかもしれないし。というわけで、今、リソ君かな。リソ君が1ポイント。やった！例題なのに？まあ、やったぜ！取れたな。珍しい顔芸。今日は例題も込みで全7問となっております。はい。はい、というわけで、じゃあ第2問に行きましょう。よし。はい、では第2問。はい。問題はこちら。リスル、ザムザ、正解したー。気づきの時点で思ったけど押せなかった。ダメ、誰だって魂からからズキズキが入ってますね。どこでわかりましたか？ズキと魂だけでいきました。そうねー、アイロンさん今日振るわないですね。実は、はい、最近振るってない。最近なんか長期スパンで振るってない。長期スパンで振るってない。なるほど、じゃあ他取り返していただいて、まあ押してみよっか、うん、そうね、そうね、一旦。さあ、リスルさんが2ポイント、うん、イエーイ、残り0ポイントでございます。じゃあ何問ですか全部。今日は7問です。最近ダーッ。答えるだけで何も聞いてねえぞこいつ。話を集中しすぎちゃったかもしれない。今全7問です。7ね、はい。それではいきましょう、第3問。問題はこちら。え？ノエル、ロストアの合格。正解。キャー、歯渡り。うわー、本当だ。マジで毎回2位だ。分かるのにコンマ何秒足りねえ。さっきよりちょっと文字のね数が増えてきて、うん、取っかかりやすそうに見えて、うん、やっぱ分からないとね、こんがらがるね。そうそうそう、もうあの数っていうやつから数の子しか頭にない。数のっているから、こう探しちゃってたわ。いやでもなんか、ちゃんと歌詞分かってるわけじゃないのに、うん、なんとなく分かる。そうね、なんとなく分かって、答え合わせしてる間に答えられちゃう。もうなんとなくの時点で言った方がいいかもしれない。そうね、そうします。というわけで、ノエルが1ポイント獲得、はい、リスル2点、ノエル1点、ニャンヨチュ0点で第4問でございます。はい、結構ね、つまらないね。あのそうね、ひたつまらない。違う。文句？違う。もっとこう、投稿するかな。あー、確かにね。さあ、では行きましょう、第4問。問題はこちら。ん？あれ？絶対わかるな。カタカナがあるのに、全然何にも引っかからない。ヤンヤオチュウ、
グッバイ宣言。正解。ジャスティス。ジャスティス。おい、矢がでかいの。矢がでかいんだよ。俺と私でいけたら。なんかリーとかも大きいですよ。矢はちっちゃくあれよ。ジャスティス分かって、ジャスティス、ジャスティス、ジャスティスで探したよ。危ねえ。なんか大きさに文句言われてもなんか全部ちっちゃかったり大きかったりしてるから、そこはなんかフェアにやってますけど。私が悪いございました。ね、引っ込みで絶対ジャスティスね。いや結構難しいな。カタカナ入ってくるとね、なかなか。さあこれでニャンニャン落ちました。よしよしよし、取ったぞ。じゃあ第5問いきましょう。問題はこちら。来い。な、多いな。分かりそう。早いよ。え、やばいこれ。うわ、やばいな。え、なんだ、むずいぞこれ。いやー、つながりそうなのにつかないな、気持ち悪いなこれ。え、誰江戸六兆年と一夜物語。残念、はい、あー違います。違います。漢字同士繋がってはなさそうな。そうなんだよね。なんか独立してそう。熟語じゃなさそうで、ね、うん、難しいな。サビなのかメロなのかわかんないな俺。いや引っかからないな、ね、にもう難しい。帰るってめちゃめちゃでもねえ、ねえ、ヒントなりそうだけどな。これどうやって解くのが正解なんだろう、うん、なんかめちゃめちゃちっちゃいのいるな、ちょこちょこ。木の…ニャンヤオの言葉からヒントになる可能性もある。じゃあそうだね。いい、隠れ。さあじゃあヤバそうなんで、後藤ペナはなしでやりましょうか。はい、レがない。レないね。隠さとか。あー、そうだな。隠しとか、隠さ、隠し。ボカロだもんね。ボカロですね。ボカロだもんね。ボカロか。まあ、いつもの、あの、講義のボカロですけど、ね。そうだよね。隠し。いや、もうミックスナッツ。そう思ったけど、ね。手を削る。もう一回。手を。正解。おぉ、じゃーん。あ、考えるだけでいった。あ、そっか。考えるだけでいった。でですね。あ、どうしておけるかな。そうか。よし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 。バトスキャラしたぞ。時の後に何もついてねえのか。そうですね。これめっちゃ難かったな。むずいねこれ。続いてが第6問でございます。ではいきましょう。問題はこちら。来い。うわ、やばい。あ、どれじゃ。なんかアルファベット悪くない？いや、あるんだよ俺。エルノ魔法少女のチョコレート。正解。そうだね。ヤーそうだわ。ヤーがあるわ。あー、ありがとう、アルファベット悪くないって言ってくれて。いや、確かに真ん中にラリーがあるわ、ちゃんと。敵に塩は送ったんだんかい。いや、アルファベットはないですって聞いてたから、あれって思ったんですよ。言っちゃうよ、そら。見事、これはちょっとまあ意地悪な問題、ね、意地悪だったよ。無事正解ということで、今現在リスルさんとエルの2点、ニャンヤオチョ1点で続いてが最終問題となっております。よし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 、さっさと行くぞ。じゃあ最終問題、得点どうしましょうか。1点今3点、2点、1点で1点いやいや、自分だけ切り方しない。まあ何かこうしたいっていうのがあれば言っていただければ。はいはい、1点だそうです。ダメ、はい、1点だそうです。ダメダメ、150万点。最終問題は150万点。よしよしよし、採用されるんだ。よしよし、そうなると思ってたけども。それではいきましょう。最終問題、問題はこちら。うわあ、多いぞ漢字が。え、カタカナも漢字もひらがなもいっぱい。ええいるの。ゴーストルール。残念。え、違うんだ。分からん。見えてあるよね。え、ダクもあったから絶対そうだと思った。リズル、火花。残念。分からん。あー、そういうこと。え、そういうことだよね。違うかな。エルノ。ゴーストルールと火花。正解。そうだよな。そんなことある。え、そうだよね。うーわー、確かにね。よく見てもらえると、なんだ俺。よく見てもらえると、ゴーストルール。いやー、だよな。絶対あるから、なんだこれ、出題ミスじゃねえかよって俺怒ってたわ。ね、目で気づいたのはよかったね。もう案内アイボも入ってますね。確かに、案内アイボ、それはね。ね、いや、ね、別に1曲しか出してないと言ってないですからね。そういうことか。
ちゃんと待ちましたけどね、ゴースルール火花の。確かになんか妙な空白があったもん、うん、あったあった。と火花町だったのか。と火花町です。なるほど。というわけで最終問題は L1 150万点獲得。得点確認いたしましょう。リスル3点、ニャイオチュ1点、 L の150万2点ということで L の優勝。いやー最後うわーかもなって思ったけどさ、踏み切る勇気なかったわ。確かに。いや、震いましたね。震いましたね。震い切りましたね。そうね。素晴らしい。不調を取り戻して、うん。突き抜けるぐらいもう取り戻していきました。うんうん、取り戻した勢いでまた失ったんじゃない。確かに。次からまた。オーバーキルしちゃったから、だいぶ。お前のせいだ。え ?150 万なんて。1点でよかったんだよ。いや、2個あるんだから150万ってあってもいいだろ。さあ、ということでやってまいりましたが、ボカロ曲、歌詞、バラバラクイズ、いかがだったでしょうか。足りない。問題が足りないよ。やる？まだあるよ。マジで？まだあるよ。マジで？一応あるよ。やりたい。じゃあねー。でも勝ったけどね。ん？いやだってこっから150万点固定でしょ。え今？やってんチャンス。またしたよ。エキシビションマッチ。めっちゃ150万固定だとニャヨ1位になれないよ。そうだった。いやあと3つあるんだけど、うん、結構簡単かもしれない。本当に。まあメンバーシップとかでもいいぞ。うん、じゃあメンバーシップでやろう。メンバーシップでやるか。1問目は150万点ですか。ややこしい計算。問題こちら。はい、はい、というわけで今回ボカロ歌詞バラバラ事件殺人事件しない。ボカロ歌詞バラバラクイズやってきましたけど、はい、まあ2個あることに気づけたのが勝因ですね、うん、ということで皆さんも固定観念にとらわれず、日々いろいろなことに注意を払って生きていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。視野を広く持とう。勉強になったわ。1、2、3